j ワイマンとロック・ハドソン・メディアを再生する予告編、天は全て許したもは1955年制作のアメリカ映画。日本では劇場未公開。ビデオ発売された時のタイトルは、天の許したまうものすべて、天が許したまうすべて。郊外の商社な一軒家に暮らす未亡人のケリーは、大学生の息子と娘も家を出ているため、一人で時間を持て余していた。 そんなある日、夫の存命中から庭の手入れをしてもらっている若い庭師の青年論と言葉を交わしたことをきっかけに二人は急速に親しくなる。最初はただの友人として論が語る樹木の話や論の仲間たちとの付き合いを楽しんでいただけのケリーだったが、二人はごく自然に愛し合い、結婚を考えるようになる。しかし、 保守的な街で二人の関係はスキャンダラスな形で噂されるようになり、それを知った息子や娘に激しく反対されたケリーは、ロンと別れることにする。元の生活に戻ったケリーだったが、心に空いた隙間が埋まることはない。息子や娘もいずれは自立し、家を出ていく。そのことに改めて気づいたケリーは、ロンの元へと向かう。左からロックハドソン、ジェーン・ワイマン。 ダグラス・サーク監督、アグネス・ムーア・ヘッド・ハット・オール・ザ・ット・ヘブン・ロース、IMDB、ありがとうございます。